はい、どうもケイジです、本日もドラゴンクエスト10やっていきたいと思います、で本日やるのはですね、今僕はレベル54なんですけども、旅芸人のレベル54、まあ、次のレベルまで 68,935 ですというふうになってるんですけども、まあ、このままいくとレベル55で、カンストしてしまいます、レベル55でレベル上限を迎えてしまって、それ以上レベル上げれないので、今回はレベル上限の解放クエスト、まあ、以前レベル50の時に、50の解放クエストやりましたが、今回はレベル55の解放クエストに行きたいと思います。で、紹介されてるかな、紹介されてるかな、消化され あった、さらなる高みを目指すもの、これですね、ランガオ山地の獅子門にいるオーガの男性静止者鳳凱がいずれかの職業のレベルが51に達した旅人、まあ51過ぎればもう受けれるんですけども、まああの忘れてまして、54になったので、あ、そういえばと思い出したので、今回それをやることにします。で、まあグレンの城下町から獅子門に向かうんですけども、今メギストリスのドレスアップ屋の前にいます。まあ、なぜかというと、今回これが運動会白組衣装券というのをゲットしたんですけど、これは先日、10月の10日にドラゴンクエストの10時間生放送がニコニコテレビであったんですけど、それの時発表されたプレゼントの呪文ですね。まあ欲しい方はプレゼントの呪文とかで結構ドラゴンクエスト10プレゼントの呪文とかで結構ググって、見られては、ネットで検索とかすれば多分結構出てくると思うので、いろんなプレゼントの呪文があります。例えば福引券じゃなかった、福引券かな、10枚もらったりとか、あとはなんだっけ、超元気玉とかもらえたかな、でレモンの入れ物とかもあったし、あと何があったっけ、まあ結構なんか10個ぐらいプレゼントの呪文出てたよね確か。それでまあ運動会白組衣装券というのをゲットしたので、これをちょっと着てみたいなと思って、この衣装券はドレスアップ屋で、このレンタル屋さんで、まあ前カジノの時にも1回ねやったことありますけども、レンタル衣装券を借りてみたいと。白組の体操着、これか。カジノの時はタキシードとかだっけ、あ、フォーマルタキシードか、これを借りたことあるんですけど、今回はこの衣装券を使って白組の体操着、ゴールドはかかりません、無料なので。あ、白組の衣装こんな感じ。レンタル期間は1日限定、借りるには運動会しない、はい、で、そう、借りたので装備画面から着せ替えができます。こんな感じか。じゃあ帽子を表示しようか。こんな感じです。かわいいね。幼稚園のあの運動会みたいな衣装になりましたけど、まあちゃんとスニーカーも履いてるんだねこれ。青のトランクスと白の体操着で白の帽子と、まあ、スライムのマークがねワンポイントで、よし、じゃあこれで今回行きますか。じゃあグレンの町から獅子門に、あ、獅子門ルーラストーンあった今、あ、ないね。グレンから馬車で獅子門に行けるので馬車でを使います。で、グレン領東の方に出ていきます。
て馬車に話しかけます。獅子門へ向かうのだ、よければそこまで乗せていくぞ。100ゴールドね。はい、はい、着いた。で、獅子門に入っていきます。で、例によってここでクエストを受けて、またここクエストを受けて、また報告に戻ってこないといけないので、例によってルーラストーンを登録しておきます。先に忘れるとね、結構、まあここは馬車で来れるからいいんですけど、これ忘れると結構めんどくさいんですよね。どっちがいいんだ、北の方が近いのかな。多分クエストを受ける人は北の方が近いと思う。南が近いかな。橋、真ん中の橋渡ってすぐ横にいるんですけどね。で、この右側、この人、愛子さん、あ、違います、この鳳凱さんです。愛子さんはオンラインのプレイヤーさんです。実際の静止者鳳凱さん、もし気候がレベル55より上の成長を望むのであれば、我々の秘術解放の儀式を受けるといいだろう。だがそれにはベコン渓谷、ベリナード領西風車の丘にいるメッサーラが時々落とす、女神のグレン石が必要となる。女神のグレン石は選ばれし者のみが手にすることが叶うと言われるほどの貴重な宝石。さあ刑事、この試練に挑み選ばれし者であることを示すのだ。はい、受けます。メッサーラね。メッサーラはベコン渓谷に行きますか、じゃあ。オッケー。じゃあベコン渓谷はグレンのから行けるので、グレン。グレンに着いたら、こっちは東側の出口なので西側に向かいます。あ、そうそうそう、今ちょうど預かり所に来てるので、その先ほど申し上げました、10時間生放送のプレゼントの呪文、まあ今先ほど言ったように、まだ検索すればネットとかでも全然出てると思うので、今からでも間に合うと思う。まあこれがアップされた時はどうかわからないですけど、まあ、多分間に合うと思うんで、ググってみていただければ。まあレアボスコイン、白紙のカード、ドラゴンガイア、今日どうだっけ、この辺を確かもらったんじゃないかな。あとハグメタチケット、これはドラクエ8の主人公券、前にもらったやつだな。あとカジノチケットは、これ毎週もらうやつだ。プレゼントチケットか、これもどうだっけ、10時間放送のやつプレゼントかな。あとは福引券も10枚ぐらいもらって、不思議な入れ物、これももらったんですよね。うん、まあそんな感じです。よし、この預かり所の拡張クエもそのうち受けないといけないね。
結構超元気玉とかが、ボス戦になると、超ボス戦でクリアすると超元気玉結構もらうので溜まってるんですけど、超元気玉は、バージョン2の途中にね、王家の迷宮というのが解放されるんですけど、ダンジョンじゃ、まあダンジョンフィールドなんですけど、王家の迷宮っていう特別なフィールドがあるんですけど、それの時に使おうかなと思ってます。要するにね、まあ、ネタバレになるのであんまり言えないんですけど、あるお姫様と、あるお姫様と僕と、僕というか主人公とで、あと仲間モンスター合計3人で、合計3匹、まあ2人と1匹という方が正しいのかもしれないですけど、それで、特訓みたいなのをするんですよ。でその時に、まあ、使おうかなと思ってますので、今は、超元気玉は一応使わずに貯めてます。元気玉はねたまに使うんですけど、レベル上げとかの時に、まあレベル上げもこのキャラで めったにする、今のところはする必要ないんですけども、まあそんな感じです。さあベコン渓谷に向かってます。最近別動画で、星のドラゴンクエスト配信してるんですけど、面白いですね。無料で今んとこ全然遊べるし、課金とかする必要もないしね、結構ボーナス的なものも結構もらってるので、ベコン渓谷について右側に行きます。メッサーラ倒しにね。結構そうそう、星のドラゴンクエストね、結構面白いですよね。結構あんなね、いろんなことができますですよね、多分スキルであったりとかで、ドラクエ10との連携要素じゃないんですけども、例えば無法物装備が出てきたりとか、まあね、ドラクエ10の人に馴染み深いと思うんですけど、無法物装備であったりとか、あとはスキルの概念であったりとかね、その辺も、まあ転職ももちろんのこと、いろいろ凝縮されてできるから楽しいですね。メッサーラこの人ですよ。気づかれるかな、そっと行けば。よし、かなり強そう。まあ結構強いと思いますよ多分。まあサポート仲間さんが、結構強いので、今回は、ラダさん賢者で、ミミヤさん賢者はいきなりミミヤさんがやばい。相手を失った、見失った。ミミヤさん賢者、ザックさんバトルマスターということで、この方たちを、そう今回プクリポ種族がプクリポ縛りで、みんな背がちっちゃくて可愛いでしょう、僕も含めてね。わ、これ回復に回らないとやばいな、これ。ケージにメラゾーマお願い。違う、呪文。はい、お、必殺きた。お、倒した。必殺技使う前に、でも出ないね。メッサーラどっかいないかな、他に。あれは違う、あっちに2ついるね。どっちか一
方に気づかれれば、よし、これで OK。 はい、2機で出てくるからな。ピンで出てきてくれば、まあ、出てきてくれればね、まだいいんですけど、ついで出てくるので結構厳しいな。無言になってますけど、本当に申し訳ない。よし、どうだ、よし、進んだ、来た来た。女神のグレン石を落としていった。よし、オッケー。うん、では獅子門帰りましょう。うん、ちょっときつかったな、この戦いは。どこにいたっけ、こっちだ。女神のグレン石を手に入れたようだな。言わなくても分かるぞ。石が放つ波動気功から感じるのでな。見事であったぞ。では光の川の前で儀式を行うとしよう。捧げますか。はい、体操服で。どうやら女神のグレン石は無事光の川に捧げられたようだな。では女神に祈るがいい。ケイジは祈りを捧げた。どこからともなく声が聞こえてくる。聞け、アストリティアの声をかな。やっぱり、六星人はアストルティアにあまたいる英雄聖者の中から特に優れた6名が選ばれ誕生した。お、六星人とは招かれざる魔族どもからアストルティアを守る聖なる盾。魔族どもの暗躍を阻止せんと、彼らは従者である聖使者らを率いて異界の地へ向かい、多くの命と引き換えに戦いを制した。うん、魔性の荒ぶりし時が巡り来るたび、新たな六星人が生まれ、いつ果てるともない聖戦が繰り広げられてきた。これで終わり。気候にも女神の声が届いたな。儀式はこれで終わりだ。よし、レベル60まではとりあえずいけますせと。我ら聖者には未明に変えてでも果たさなければならぬ大きな使命があるのだ。その使命を果たすべく我々は強き者をより強く育てているのだ。貴公のような百戦錬磨の猛者をな。
次の儀式をこなせばレベル60の制限もまた解放されるだろう。次に帰港を待つ聖死者はベニヒナというもの。今ならエルトナ大陸のツクルス平野の南西にある橋の近くにいる。あ、ツクルス平野結構遠いな。さらなる修練に励み、いずれかの職業のレベルを56まで上げ向かうといいだろう、うん、56まで上げたら今度はそこに行くと。56っていうことはもうレベル2つ上がれば56じゃんね。よし、じゃあ今回レベル解放クエストを受けたんですが、まあ動画少し短いかな、20分ぐらいいつもよりは。あとはじゃあ今のところは戦歴クエストで紹介されているクエスト、ちょっと下から見ていこう。踊り子の条件、あ、転職クエストね。運命の出会い、これなんだ。はい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 、なるほどなるほど、これはミステリークエストだ。あ、ベジセルク、これ受けてないのか。くつろぎカフェタイム、これなんだ。あ、美容院で使える色が増える。この辺は美容院かな。病院、ドルボードチューニングができるのか。そっかそっか。預かり所ね、さっきのね。うん、あとは この辺も忘れられた誓い、はい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 、武器を掲げるの仕草もらうやつね。ダンダダダンかん、ダンダダダンのやつもあるね。あ、鬼教区の特訓、スキルポイントの、スキルポイントの特訓が可能になる。これはもうマジきっついやつなので、今のこれはあれなんですよ、今のままじゃ、レベル上限解放クエストを受けていっても結局はレベル85でカンストするんですよね、上限なんですよ。レベル85の解放クエストって今のとこないですよ。で今度、今収録日が今日、今10月23日なんですけども、今度10月28日のメンテナンスでバージョン 3.1 後期発表されるんですけども、それでレベル上限が90になるんですけどもね、90になった時にレベルは上がっていかないけど、それからは特訓ポイントというのを貯めていく、という流れになるんですけども、その経験値を貯めていくというより、その特訓ポイントを貯めていくという流れになるんですけども、レベル90以上はね、それのクエストですね。その特訓が受けれるようになるクエストなので、本当に一つの職業がカンストしそうになった時に受けるぐらいでいいと思う、多分。あ、ドレスアップ屋が利用可能になる。そうかそうか、これも受けてないのか。まあそんな感じかな。よし、じゃあ今回の動画はここまでにして、次回は前の動画でも申しましたように、残っているキークエストの、ストーリーとか受けていこうかなという、まあ、流れはそんなになると思うんです。また何か今回のスキル解放みたいにやり忘れてるクエストがあればそれをやるかもしれないですけども、まあ、なので次回は、決まってるようで決まってない感じですけども、楽しみにしていただければと思います。いや、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければ応援の高評価または、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。